旧経団連会館一般社団法人日本経済団体連合会は日本の大手企業を中心に構成された利益団体である。略称は経団連または日経連で財界総本山とも称される。日本商工会議所経済同友会と並ぶ経済三団体の一つでその中でも影響力は際立って大きく会長は財界総理と称される。 かつては、経済産業省所管の社団法人であったが、公益法人制度改革に伴い内閣府所管の一般社団法人へ移行した。経団連は、2002年5月28日、経済団体連合会が、日本経営者団体連盟を統合して発足した団体である。企業の価値創造力強化、日本と世界の経済の発展の促進を目的としている。 経営者の意見の取りまとめ、政治、行政、労働組合、市民などとの対話、会員企業への検証遵守の働きかけ、各国政府、経済団体や国際機関との対話をしている。当初第一部上場企業をはじめ、日本経済の有力企業が多く加盟しているため、その利害が社会問題に対する見解や主張に反映されている。 経団連成長戦略などの経済発展、企業利益増加を図る政策の提言を行っていて、自由民主党に政治献金を行い、政界、経済界に大きな影響力を持った組織と言われている。経団連の事務局職員は官僚になぞらえて、民僚と呼ばれ、会長が出身企業から連れてくる政策担当スタッフとともに、 会長の記者会見の想定問答や、政策提言の文案の作成などの事務作業を一手に引き受ける。1922年8月1日に、井上淳之介、内藤久弘、池田健造、中島熊吉、伊坂隆史、櫛田万造、大橋慎太郎、藤山ライタ、和田豊次、郷聖之介。 団ク馬の11名を発起人として、日本経済連盟会が結成され、1923年に、日本工業クラブにて、財界から代表者が出席し、第1回会議総会が開催された。大正11年8月1日より、同12年3月31日に至る事業を及び、事務報告の県全期期間の収支計算報告及び、 その承認の件対象12年度予算書承認の、検定官第7条、第2項中、常務理事12名を、常務理事18名を改むる件もともと、経団連は、日本の経済政策に対する財界からの提言、及び発言力の確保を目的として結成された、組織であり、日経連は、労働問題を大企業経営者の立場から、議論。 提言する目的で結成された組織であって、健全な労使関係を哲学としていた。加盟企業のほとんどが両者で重複しており、日経連は、労使間の対立の収束とともに役割を終えつつ、あるとの理由から統合された。経団連の事業に賛同し、企業行動検証の精神を尊重、実践すること経済事業を営む法人で、事業内容等が、 東海会員としてふさわしく、社会的に有用な商品、サービスを、継続的に開発、提供していること、純資産額が1億円以上である。こと3期以上連続して、当基準損失を計上していないこと財務諸表に、関する公認会計指導の監査報告書が、適正意見であること。リスク管理体制、内部統制システムが導入。 整備されていること過去3年間において、重大な不祥事の発生がないこと会長については、日本の中心となる産業の、中心となる企業のリーダーから選ばれる傾向にあり、歴代会長は原則として製造業のトップが、つくという暗黙のルールがある。また、会長としての適正、会長活動に必要な資金を企業が捻出できるか、などを判断の上で決定される。 会長は俗に在会総理、在会天皇とも呼ばれる。かつては日本の民間人としては唯一警視庁のセキュリティポリスから身辺警護を受けていた。会長は公認や副会長を選ぶ事実上の権限を持つ。なお、経団連会長職はかなり多忙な役職であるため、歴代の多くの会長は就任時に出身企業の会長に就任し、 出身企業の経営自体は社長など公認に任せているケースが多い。副会長については各産業のバランスを考えて選ばれる。現職副会長から次期会長を選ぶのが慣例である。また、審議委員会議長は経団連における、いわゆるナンバー2のポストとされ、主に非製造業のトップが務める。経団連首脳には共通点があり、 全員が60歳以上の日本人男性で、サラリーマンとして経営トップに上り詰めた、生え抜き経営者である。若者や女性が少なく単一的な首脳人事に対し、多様性がないと批判されている。財政、金融政策通称、市場政策労働政策社会、保障政策国家体制エネルギー、政策設立当初から、東芝、 日立、三菱重工業など原子力プラントに技術力を持つ企業や日本の主要電力会社が経団連に参加している。こうしたことから経団連のエネルギー、原子力に関する政策や政府への要望は単なる電力、原子力産業に対する配慮を超えての利益誘導ではないかとの批判がある。 3.11の東日本大震災以降、エネルギー政策の見直しや脱原発運動が高まる。中、経団連内部においても、再生可能エネルギーの普及を推進するソフトバンクや電力会社のあり方に疑問を呈する楽天など一部の会員企業から、経団連の原子力推進姿勢の検事に対して、内部批判を受けたが、現執行部は少数意見だとしている。 なお、楽天は2004年に加盟したが、経団連が、発送電分離や、独占自由化に対して後ろ向きであることが原因で、2011年6月に、退会した。経団連の原発政策に関する、スタンス経団連による、政策評価と、会員企業の政治献金経団連は、会員企業が、政治献金を行う、際の政策評価基準となる。 政策評価を年度ごとに発表している。税財政など複数の項目に対し最も評価が高い A から最も評価が低い E までアルファベットでランク分けされているのが特徴である。以前は共産党などの少数政党の評価もしていたが最近は自民党と民主党の評価のみを発表している。2007年度の政策評価は 自民党は去年と変わらず高い水準だったが、民主党への評価は6項目で評価が下がるなど、大幅ダウンとなった。特に民主党の雇用、労働政策には、ホワイトカラーエグゼンプションに、絶対反対の立場を取っており、労働者の均等待遇原則や、有期契約の規制強化等を盛り込んでいると激しく、批判しており、評価も D という、低いものだった。 また、2007年2月23日に行われた、衆議院予算委員会の中で、共産党の佐々木則明は、経団連が自民党に対し2004年に22.6億円、2005年の25億円の政治献金をしていると述べ自民党に対する政策評価表の中にある、A の数と献金額が比例して増えていることから、経団連の言いなりになればなるほど、 献金額が増えている官邸が経団連に直接支配されていると批判している。元民主党代表の岡田克也も政策の合致度によって献金額を決めるのは増収賄の問題になりかねないかなり際どい問題だ。経団連という一つの経済界の団体がそういう形で各企業の政党に対する献金についていわば介入をするというやり方が 決して良いとは思わないと批判している。2010年3月8日、この政策評価に基づく献金を取りやめ、各企業ごとの自主的判断に任せる、胸の声明を出した一方で、アメリカ合衆国などを参考に、個人献金の拡大策を検討し、政府に働きかける意向を示した。しかし前述の通り、2014年9月に、 再び政策評価に基づく献金を再開すると発表した。ありがとうございます。